フリードリヒ・ハンニバル・フォン・トゥルンンント・タクシス公使、ヨーゼフ・クリーフーバーによる、リトグラフ、1840年、フリードリヒ・ハンニバル・フォン・トゥルンンント・タクシスは、オーストリア帝国の将軍。騎兵大将。トゥルンンント・タクシス公使、マクシミリアン・ヨーゼフとロップコビッツ高音な、マリー・エレオノーレの間の逸を。家庭教育の後、1809年6月作戦後のエ軍所属の、 陸軍中尉に任官。1814年10月オーストリア帝国陸軍の中尉に転じ、1815年3月のオーストリア陸軍による散発的な戦闘を伴うパリ進撃に参加した。1817年皇帝の即女、レオポルディーネ大皇女のブラジルへの嫁入りに、ズインとして同行し、欧州へ戻った。1821年退位。 1829年少佐に昇進。1830年マインツ要塞司令官、フェルディナント・フォンベルテンベルク公使の副官を短期間、務める。1831年、ドナウ川流域に発生したコレラ貿易の保障船の陣頭指揮をとり、自らコレラに罹患し重篤な状態となるも、回復した。1833年陸軍大佐となると同時に、 連隊長職を務める。1838年チロル州の帝国盗賊大長に、1842年ハンガリーの貴族席にそれぞれ登録された。1840年陸軍少将,将となり、プロスチェイオフ中トンの騎兵旅団の司令となる。1842年プラハ中トンの不評旅団の旅団長に転じた。1848年陸軍中将に昇進し、 同時に、第二軍団の予備役旅団の司令官として第一次、イタリア独立戦争を戦うことになる。陸軍少将の弟ビルヘルムと共に、第二軍団の司令官、コンスタンティン・ダス・プレ陸軍中将の指揮下で戦った。フリードリヒ・ハンニバルの旅団は6月26.27日の、ボルタの戦いでは、元水ヨーゼフ・ラデツキーの指揮下で戦い、元水のミラノへの進軍に随従した。 1849年3月、ノバーラの戦いの後は、旅団と共に、プラハに戻った。1850年スウェーデンに旅行し、1851年、リンツの陸軍司令部を訪れた。1851年第50不評連隊の連隊長となる。1853年ベルリンで実施された、プロイセンコネー軍の大演習を視察。直後に戻った。 ウィーンのホーフブルク宮殿にてトラバンと、このエレン隊に任じられる。1854年4月20日、騎兵大将に昇進。同年6月皇後,后、エリーザベトの自重長となり、1856年の皇後,后のベネツィア旅行に随行。1857年1月、同地でジョーチフスにかかり死去した。以外は、ビチェンツァのサンタルジア墓地の、 1848年戦役で戦死していた弟、ビルヘルムの墓の近くに埋葬された。1831年6月29日ウィーンで白爵令嬢、マリアントイネッテ・バッチャーニと結婚し、間に7人の子を設けた。ありがとうございます。